農費電気株式会社は、1920年代の岐阜県にて水力発電所建設を手掛けた電力会社である。美濃地方の根尾川と日田地方の小川水系大白川に発電所を構えた。1921年設立。中京地方の大手電力会社である、東方電力への電力供給と発電所、周辺村落への配電が事業の中心であった。 1928年、三重県の電力会社三重合同電機へと合併され、消滅した。専務、第三大社長を務めた、金松博市の非電気株式会社は、1921年3月23日に、資本金300万円にて設立された。設立時の本店は、東京市麹島地区永楽町一丁目一番地、東京会場ビルに設置。愛知県名古屋市にも、 支店を構えた。初代社長は成瀬正幸、ナルセ・マ初代専務は、金松博士である。社長のナルセは、貿易省、森沖商会を起こし、第一次世界大戦下で財を成した人物で、電力業では当時、大道電力取締役であった。専務の金松は当時、名古屋市の名古屋電灯にて、取締役を務める。設立時の農費電気役員にはその他、松永安左門。 水野忠氏などが名を連ねる。加えて相談役には福沢もモスケが就任した。このため福沢系の会社の一つに数えられる。設立半年後の1921年12月、成瀬正幸に代わって東園元光が社長に就任した。東園は富山県知事として富山県における県営電気事業企業を主導した人物である。ただし、 翌1922年7月に同じ福沢系の電力会社白山水力に転じており、同月、金松博が公認社長となっている。金松の在任中には、社長以下幹部社員のほとんどが名古屋支店での勤務であり、1927年6月25日付で支店のあった名古屋市東区七軒県一丁目一番地へと本店が移転されている。 1926年8月14日、納品電機は株主総会にて大白川電力株式会社の合併を議決した。合併は同年12月1日に実施されている。合併に伴う納品電機の増資額は300万円。吸収された大白川電力は金松博氏が社長を兼ねる資本金200万円の系列会社で平瀬発電所の開発に当たっていた。 1928年3月15日、納費電気は三重合同電気と合併し解散することを株主総会で議決した。同社は社名の通り30件の電力会社であり、1922年に県内事業の統合により成立。翌年に徳島水力電気を合併し、徳島県淡路島に進出するなど広範な供給区域を持っていた。 農費電機とは1927年5月、共同出資による開発会社の製、電力株式会社を設立していたという関係があった。三重合同電機と農費電機の合併は1928年7月1日付で実施され、8月2日には三重合同電機で合併報告総会が完了する。農費電機も報告総会当日をもって解散した。 合併に伴う三重合同電機の増資額は、納費電機の資本金と同額の600万円であり、納費電機側には、三重合同電機の40円、払い込み株式計12万株が交付されている。三重合同電機との合併直前、1927年12月時点での役員は、社長、金松博取締役、松永康左衛門、伊藤伝七ほか6名。 監査役、大北虎之助、安藤俊之ほか名という陣容で、引き続き福沢桃介が相談役にあった。内社長の金松は、合併後ミへ合同電気の副社長に転じている。納費電気が自社建設した2カ所の発電所のうち古いものは、納合発電所という。所在地は、岐阜県本す郡根尾村小技農協。根尾川支流の里屋川にある。 水力発電所で使用水量最大20立方弱毎秒、有効落差112尺にて1 4 0ットを発電する。1921年10月に運転を開始した。元は長島発電所建設工事用の電源を得るための発電所であるが、翌1922年7月に一般供給用発電所とする認可を取得、7月26日より、 出力の一部を割いて、地元ネオ村に対する配電を始めた。長島発電所完成後の1924年4月、ネオ工業株式会社への譲渡が停止症より、認可され、農業発電所は、農費電気の手を離れた。その後、合同電気時代の1934年3月、ネオ工業の電気事業が、合同電気へと譲渡される。 二年後の1936年6月、農業発電所は合同電気により廃止された。農費電気最初の本格的発電所は長島発電所である。所在地は、元とすぐネオ村大技長島。ネオ川にある水力発電所で、使用水量最大230立方弱毎秒、有効落差266尺にて4050キロワットを発電する。 発電設備は、電業車製横軸フランシス水車及び、芝浦製作所製三小交流発電機、各2台からなる。1923年3月14日、長島発電所は、出力3 9 0 0ットにて運転を開始した。出力は年内に4 0 5 0ットへと、引き上げられている。また、合同電気時代の1932年9月に、 ネオ発電所へと解消された。合同電気から東方電力、中部配電と引き継がれた後、1951年より中部電力に属する。納費電気では長島発電所に続くネオ側開発を第2期計画として構想していたが、1920年代後半の経済状態では開発後の電力消化が困難であった。その反面、 開発を放置すると推理券の維持ができないため、給与の策として、三重県の三重合同電気との提携を立案、推理券を同社との共同出資による新会社に移して共同開発を進めることになった。新会社、農政電力株式会社は、資本金500万円にて1927年5月5日に設立された。 こうして設立された、農政電力の第一期工事として建設されたのが、金原発電所である。所在地は、本巣郡富山村大和金原。発電所建設工事は、会社本体の事務と合わせて、農費電機の受宅にて進められ、農費電機が、三重合同電機に吸収された後の1929年6月に、工二28日より運転を開始した。なお、 翌1930年5月1日付で農政、電力は事業、権利、財産一切を合同電気へと譲渡している。金原発電所は、ネオ側から最大500立方弱毎秒を取水し、132尺の有効落差を得て、出力4 4 0 0ットにて発電する水力発電所である。発電設備は、電力車製縦軸フランシス水車及び、 芝浦製作所製三小交流発電機、各2台からなる。合同電気へ渡った後は、東方電力、日本発送電の順で所有者が交代し、1951年からは、中部電力に属している。平瀬発電所の非電気最大の発電所が、平瀬発電所である。所在地は、岐阜県大野郡白川村大和平瀬。これのみ、小川水系大白川にある、 水力発電所である。ただし取水は、大白側から行うが、発電所自体は、昭川本流合流点よりも、下流の昭川砂岸にある。使用水量最大250立方弱毎秒、有効落差664尺にて1万線キロワットを発電する。また発電設備は、電用車線横軸フランシス水車及び、 芝浦製作所製三小交流発電機各3台を備えた。納費電機ではなく、大白川電力株式会社という別会社が開発に当たった発電所である。まず同社発起人が1920年4月に推理権を取得。4年後の1924年3月16日、資本金200万円で会社設立に至り、 さらに2年半後の1926年11月、出力8 8 5 0ットの発電所として、竣工した。工事を納費電機が受託しており、完成後、前述の通りな白川電力は、納費電機へと吸収された。また1927年4月には、出力が1 1 1 0 0ットへと増強されている。所有者は、合同電 t 後東方電力、 日本発送電と推移し、1951年以降は供給区域外ながらも関西電力に属している。1928年6月末時点における、納品電気の伝統、電力供給区域は以下の岐阜県下26村であった。上記26村のうち、納品電気が開業時点で供給区域として許可されていたのは、常磐、宝剣、網代、西郷、 七号、ネオ、モンジュ、山添、一式、同期屋、幕は、男女、川崎、府、秋、西郡、うぐいす、河合、横倉、谷組の19村。まず1922年7月26日、ネオ村にて、農業発電所からの配電により伝統供給を開業し、ついでその他地域にも、東方電力からの受電をもとに、 同年9月中旬から順次電灯供給を開始していった。岐阜県北部大野郡の2村は旧大白川電力の供給区域である。この2村の追加によって、納品電気の供給区域は計26村となった。平瀬発電所のある白川村では、発電所の完成により、平瀬、三保路牧、福島、岡見、長瀬、北にの7地区で、 伝統供給が始まる。隣接する、小川村でも会社に対する鉄塔、電柱用事務所提供を条件に、翌1927年2月から順次伝統、供給が開始された。三重合同電気合併を控えた1927年11月末時点における、供給区域26、村内における、供給成績は、伝統19414等。 電動機用電力供給151一馬力であった。納品電気では、発電所地元の供給区域における配電にあてる分を除き、発電した電力を大手電力会社の東方電力へと送電していた。送電設備については、長島発電所関係では発電所と岐阜市の鶴田町変電所を結ぶ3 3ルト送電線が存在した。鶴田町変電所における 東方電力への供給電力は1926年末時点で3 6 0 0ットである。一方、平瀬発電所には送電電圧7 7ルト渡る町3 8 4キロメートルの自社送電線、太平線が接続した。同送電線は終点の大島海平所で白山水力の送電線に接続。この白山水力線は、 大道電力の送電線につながり、最終的に愛知県犬山近郊にある東方電力ハグロ変電所に連絡する。ハグロ変電所における平瀬発電処分の供給電力は1926年末時点で 6280kW、翌年5月末時点で 8940kW であった。また、農政電力によって建設された金原発電所には、 三重県津市の津火力発電所までを結ぶ送電電圧77キロボルト、渡る町101.9キロメートルの送電線、金津線が接続した。このため金原発電所の発生電力は1929年6月の運転開始時より地方面へと送られた。ありがとうございます。